どうもこんにちは、イケケンチャンネルです。今回はまあちょっと、藤原は雑談みたいにこのモニターを映して、声だけの雑談っていうのじゃなくて、今 iPhone7 のインカメラで撮ってますけど、この状態で、三脚を立ててやってますけど、これで、撮っていきたいと思います。今日のお題目はこの前の、サトチューンチャンネルさんとの、コラボお花見コラボライブをちょっと振り返ってみたいなっていうことと、あとこの度、僕のチャンネルがチャンネル登録者300人を超えましたので、一応そのことについてっていうか、300人を超えて思うことってことの、2つを、話していきたいと思います。はい。まずこの前のね、ちょっと、サトチューンチャンネルさんね、とのコラボライブ、今何日だったかな、あれ、水曜日だったから、水木金、今日土曜日だからね、4日経ちましたけど、1日2日3日か、いやーんと、まず、見に来て いてくれた方っていうか、視聴者の方、見てくださった方、本当にありがとうございました。で、あと、カズーさん、愛知から、本当、あれはなんだっけ、前日からじゃなくて当日の朝もいらっしゃったのかな、佐藤さんのなんかその予告みたいなところでもうすでにコメントでね、カズーさんもう高岡に来てますよみたいな感じでね、朝からね、午前中かな、なんかすごい、サトチューンさんの人柄のに気に入ってというか惚れて、有給取ってまでね、しかもね1日だけじゃないからね、何日か取って ここまでこれだけ取れば、天候に左右されたとしても必ず出られるだろうっていうので、そこまでされるってまでね、いらっしゃるって、本当、僕サトチューンさんじゃないけど、でも同じね、わざわざ遠い富山にまで来ていただいて、本当にありがたい気持ちになりましたね。はい。で、あと、富山に飛ばされたおっちゃんさんも、そのお花見ライブの予行練習の時もね、僕と一緒に2人して、佐藤さんの、ライブに突して、ちょっとなんか、予行練習というか本番みたいな予行練習みたいな感じで、あの時はあの時でまた楽しかったんですけど、その時からかな、なんか富山に飛ばされたおっちゃんさんがちょっとこうはっちゃけたというか、はっちゃけたってこれ方言かな、一つこう突き抜けたというか、今、こう結構ね動画を出されてらっしゃって、なんか吹っ切れたような感じで、こう楽しい動画というかね、なんかそういうのを見てちょっと僕も嬉しく感じます。はい。で、あと視聴者のね方、本当飛び入りでね、佐藤さん、含めて僕たちのために差し入れを持ってきていただいて、ちゃんと、しかもね、僕ちょっと遅れてスタートから遅れて中に入ったっていうか参加したんですけど、視聴者の方と、カズーさんは2人はもう事前 のスタートの時からちゃんと準備万端でねいらっしゃってね、
まあ本当佐藤さんのすごい人気っていうのと、まあまあそれだけやっぱ人柄が現れて、そうしたくなるようなね雰囲気出されてる佐藤さんがまた、まあ、素敵だなっていうのがね、まあ、実際に会ったら、あ、まあ本当にね、そういう感じなんです、うん、人柄がにじみ出てるあの人なんでね、で振り返りだから、まあそうだな、まず天候的に言うと当日はですね、あの風はなかったんだけど、ちょっとね気温が思いっきり寒くて、スタート時はまだそんなでもなかったと思うんだけど、多分1部と2部の2部ぐらいかなだと、もう10度下がって、10度下回ってて、まあ本当に寒くてね、ちょっと口の周りの筋肉がちょっとね、あの少しかじかむっていうか、あまりうまく喋れないような感じ に感じるぐらいの寒さでした。で手とかもねかじかんでて、うん、そういうような状態で実は、ライブをしてましたと、うん、で、あの、まあ、ちょっと中身っていうか振り返ってみますけど、その一部の時ね、まず佐藤淳さんの時で、僕も最初の方はちょっと顔出しして乾杯とかやったりとかしたんだけど、あの視聴者の方がいらっしゃって、佐藤さんのね、うん、でね、まあ富山に飛ばされたおっちゃんさんの、ライブ見てたら分かると思うんですけど、僕ね佐藤さんのライブのその内容っていうかところの方をちょっとまあほっといて、せっかく視聴者さん来られねいらっしゃったから、なんかこう視聴者目線、まあ僕も視聴者目線なんだけど一応投稿者目線もあるんだけど、基本的に言うと僕視聴者目線だから、今回のだってコラボライブって言ったって、僕だって本当はあの佐藤さんのあのライブ近くにあるから、そのカズさんと一緒見に行きたいっていう、ただ単純にねファンとして見に行きたいっていうその思いで行ったんで、一応視聴者目線なんで、うん、でだからその視聴者の方ね、リスナーの方がいらっしゃって、まあ、その気持ち僕も共有したいなと思ったから、ちょっと2人で話させて、もらって、うん、なんかいろいろ話をしました。でちょうどね同い年だってね、うん、なんかそういうのもあって、うん、すごく嬉しかったです、はい、でその間にあの佐藤さんはあのカズさんと2人でねコメント拾いしたりとかして、一部の方はね、結構盛り上がったんじゃないかなと、うん、というふうに、感じました、はい、まあ、ちょっと はしょりますけど、まあ、2部の方は、まあ、先ほども言いましたけど、ちょっとね、だん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 こう寒さがね、ひどくなってきたりとか、まあ最初一部の頃は、あの佐藤淳さんもねおっしゃられてたけど、当日ね寒いけど天気はそこそこ良かったんですよ。なんであの古城公園のあの大広場のところに、まああの夜店も出てましたけども、普通にあの一般のあの観光客っていうか、そのね見に来てらっしゃった方が、まあ100人ぐらいはね多分いたんじゃないかな、10組以上な、20組、結構、人がいらっしゃって、で実はですね、多分地元って、富山県のテレビ局の、多分どこかの局が あれライブやってる最中にあれですわ、撮影しに来てました、うん、業務用のあのこういう抱えるカメラ持ってて、誰かマイク持ってたから多分そうだと思います。まあそのニュースとかはね僕見てはないんだけど、まあ多分そういうような状況、まあだから、当日はね一応お花見日和だったんです、うん、だからねいい日だったかなと、うん、いつも佐藤さん水曜日と土曜日にライブされて
らっしゃるから、まあどっちかのそのスイかどうかどっちかかなと思ったけど、タイミング的にね、もうその水曜日にお花見ライブしたんですけど、その後の土曜日はもう多分ちょっと散り始めっていうか、うん、っていうとこまで行きそうだったから、うん、本当タイミング的には結構絶好なタイミングで、そこにあのカズさんが、有給を取ってちゃんとバッチシのタイミングでいらっしゃって、でまあ、天気もなかなか良かったと、うん、寒さはほっといて、まあ、なかなか良かったってことで、まあ誰かのね、晴れ男じゃない、ないけど、まあまあ皆さんの日頃の行いのおかげで天気はね、なんかな良かったなっていうことでした。で、まあ2部の方寒かったんですけど、まあさっきも言いましたけど、最初ね引き継ぎした時に、引き継ぎする時にね、佐藤潤さんの一部の時のライブのカメラは多分フリーテルのレイ使ってらっしゃったと思うんだけど、あれがね結構ね感度いいんだよね、っていう風に感じました。僕一部の時、まあモニターしてたんですけど、佐藤さんのライブをね、結構ね明るく映ってて、でその場で2部のやろうかと思ってチェンジしようかなと思ったら、あのね僕あのキュアタブ02ってタブレット au の、それを持って、まあまあ何でしたっけ、カメラファイライブってやつかで、やろうかなと思ったら、あれがねちょっと感度が悪くて、その場所だと照明の明かりだけじゃこう顔が暗く映ってね、なんかこの心霊写真じゃないけど顔だけこうポーッと浮き出て、うん、背後霊みたいなそういう状態になって、で結局佐藤さんがじゃああの明るいとこ行こうって言って、ちょっと場所をテーブルごとずらして、でそこでやり始めたんですけど、それでなんとかやり始めることができました。で最初の方はですね、僕ちょっとねアーカイブちゃんと見てないから分からないんだけどね、僕の頭がねこんがらがっちゃって、まあ前日にちょっと僕予行練習で自分でライブやってみたんですけど、その時もね、こんがらがっちゃってね、結局やっぱちょっと僕の準備不足で、運営にしても、まあタブレットのそのカメラファイライブの使いこなしにしても、まあ、とりあえず起動して放送するところまではできたんだけど、あのね、まあ、要は佐藤潤さんからライブを引き継ぎで僕のチャンネルの方のライブにスイッチして、映ってきました映ってきましたって なって、で参加者がね80人90人100人とかって なってコメントがバーって来たら、僕ねコメントそのコメント流れてくやつのコメントを止める術を知らなくて、で最初ちょっと拾ってみたんですけど、読んでる最中にポーンって新しいコメントが来て、一番下まで行くから、これどうすればいいのっていうの で結局そういうことを言ってたら、あの視聴者の方が指でと、まあぐっさんだったかな、指で止めるとか、やりながら覚えていくっていうか、そういう経験値を貯めていくっていうか、まあまあ経験値が全然ない状態だったんで、うん、まあまあ本当にグダグダなライブちょっと申し訳ないなかったんですけど、うん、で、まあまあそういうことをしながら、でもう途中で、いやコメントを見る余裕がないんで、カズーさんコメント読んでくださいみたいな感じでね、僕ちょっと半分投げてしまったりしてたんですけど、ね途中からね、まあ佐藤潤さんが、まあ、ちゃんと気を利かせていただいて、なんかカメラ遠ざけて、ね俯瞰でね、視聴者の方、差し入れ持っていただいた視聴者の方も含めて4人がこの画面にこう4人がこう並ぶようにセッティングしてくれて、佐藤さんがね、そしたらですね、なんかね対談形式みたいな感じでね、画面内でなんかものすごくこうスッキリ感が出て、でそこからこうゆっくりと語るようにできてで、あとまあカズーさんの
軽妙な喋り、まあカズさんと佐藤さんの、ね、軽妙な喋りでこうなんかガジェットトーク的な感じが始まりまして、まあ昔懐かしいっていうのもあったりとかして、あのおっさんの生ライブがやっと完成っていうか、うん、形になったなっていう、あれ何時だったかな、そういうのに やっとなって、うん、まあ終わるちょっと手前じゃなかったと思うんだけど、あのそこから形になってからがいつ終わるのかなと思ったけど、結局ね結構長くやったんですよね、うん、寒い中、うん、まあまあそこからまあ僕ちょっとまあ3日4日経ってるんでちょっとあの正確な記憶ではないんですけど、まあ本当とても楽しかったし、まあ寒い中ね、途中でね富山に飛ばされたおっちゃんさんがあったかーいコーヒーをね生放送中に多分買ってきてくれてくださって、で差し入れでまた持ってきてくださってね、そういう心遣いを、うん、ありがたく受け取ったりとか、まあまあ本当、ほのぼのとしたっていうか気持ちのいいライブでした、うん、佐藤淳さん、含め皆さん、あと視聴者の皆さんもね、あの本当にありがとうございました。改めましてね、はい、まあライブはそんな感じ、うん、でまあまあ僕ちょっとね実は終わった後気持ち的にねちょっとへこんでたんで、もしかしたらライブ中にね、お初ですっていうような方のコメント拾いをできなかったような気がして、まああといろいろな方がねコメントいっぱいくれたのに1個ぐらいしか読めなかったりとかね、あったりしてちょっと反省してたので、まあ実はあの後ね家に帰ったら1時半ぐらいだったかな、夜中の、寒い体をちょっと温めながら、実はね2時ぐらいから夜中の4時半ぐらいまで僕その後反省ライブみたいなのをしてました、うん、まあ20人ぐらい参加していただいたんだけど、うん、ちょっとね僕のその時のその思いみたいなものが、まあちょっと反省と、まあ、感謝の気持ちと反省の気持ちを含めたライブ、あとなんか深夜だからね僕なんか一人でなんか長く語っちゃってったけど、うん、そういうようなことを、うん、してました、はい、まあそれはちょっと、この動画に、まあ、リンクしておきましょうかね、そのよかったらまた見てください、まあ長いので全部見なくてもいいと思いますけど、うん、あそういうことあったんだなっていう程度の感じで、よかったら見てください、はい、ちょっと長くなっちゃったな、これで18分か、ちょっと待った、どうしよう、ここで一旦切って、このままね本当はね300人の話をしようと思ったんだけど、ちょっと一旦切りますね、この時点で18分だからね、この動画多分編集しないでアップすると思うから、これ一旦切りますね、はい、このあと300人の、ライブ続きます。ということで、ではまた。